しい言語は令和だそうですね。全然この動画と関係ないんですけど、私はこれから下呂温泉に行くんですが、大阪から東京まで金沢周りで帰ってますけど、10分で発車します。鶴木号に乗ります。言語のことしか考えてなくてね、下呂温泉までのいい乗り継ぎ時間は、もうちょっとあんだろうと思ってね、金沢にあと 1,2 時間滞在してから行くつもりだったんですけど、日田号がね、もう今すぐこの31分のやつに乗らないといけないっていうんで、せっかく来ていただいたのに、ごめんなさい、もうテレビ見ただけで終わりです。申し訳ないですけど、来ていただいてありがとうございました。よし、じゃあちょっとまず荷物置いてきますね。知らないのかな、車掌さん回ってきたら言語知ってますって言ったら迷惑がられますからね。忙しいから、鶴木号は運転の時間がそんなにありませんからね。じゃあどうもありがとうございました。弁当屋でブリの寿司を買いました。結構ね、ブリの寿司の方が私好きなんですけど、朝ごはんも寿司だったしな、なんかそんなもんばっかり食べてますが、ともかくですね、ブリの寿司を買った時にもその売店の人に新言語を聞きました。そっちの売店の人は知ってましたね。ホーム上は知らなかった。おー、出た出た、ついに令和も迎えようとしている。おー、急行型電車だ、空海4号号。あの調子で新言語に突入することは間違いありません。これね、美味しいですよ。これマスの寿司より大根を上に乗せて、カブカの大根の美味しいですよ。とりあえず美味しい。一瞬で着きました富山。ここからすぐに乗り換えです。というかね、さっき予約した時に、予約というか切符買った時に指定席は混んでたんですよね。グリーンだったら空いてたけど、まあ別に再生数のことをそんなに考えるわけでもないし、ゲロまでならね、自由席でいいと思うんですけどね。多分まあグリーン券は買っておりません。グリーンだったら空いてるのは分かってたんですけど、多分混むのはね、高山からのはずなんですよね。あ、そうか、富山駅の前のホームって廃止になったんですね。全部今あれか、地上ホームはどうなった、なんかもうなくなってる感じがしますね。昔北越とか北国に乗ったのはあのホームでしたけど、全部高架になりました。まあこれで富山駅の真下をスッと抜けられるようになったんでしょうけど、あと6分で列車出ます。12時56分だね。乗り場の位置がよくわからんけど、多分これで合ってるはずだ。よしよし、なんか前よりすごくなったけど、新幹線ホームと見分けがつかないな。構造が同じですからね。一応 JR 西日本が管理してるのかな、このホームは。いやでも多分設計が向こうの富山駅の新幹線ホームと同じってだけで、管理は愛の風富山鉄道ですよね。なんかめちゃくちゃ走ってるけどまだ間に合うよな。みんな走って乗り込んじゃったけど、でも まだあと3分あるからな、そんな慌てる局面ではないのだけど。結構やっぱみんな急いでるな。それはまあ急ぎますよね、外国の私だったら急ぎたくもなるわ。指定席が三角、グリーン車は丸ということでした。グリーン車はね、外国人しか乗ってませんでしたね。ジャパンレールパスの人たちかな。東海のグリーンは高いからね、あんま気にしてないかもしれませんが、でも人はここから乗ってこう。なんかすごいな、リニューアルしたってしてないね。キハ85もそんなに長くないですからね。今回グリーンの隣が自由席だ。
ようと思うんですけど、どこがいいかね。マスター、皆様、今日も JR 西日本高山線をご利用くださいまして、ありがとうございます。じゃあ、特急ひな14号高山名古屋行きです。じゃあ、JR 高山台。なんかまた新しい放送になったな。あ、そうか、JR 西日本と JR 東海で車内放送のあれが違いますからね。東海はもうちょっとちゃんとした声優を雇ってるんですけど、でもこれだっていいサービスですよね。泊まるところなんですけど、一泊二食付きにすることにしました。一人だからな、3万5千円とか5万ちょっとこれは、まあ、これこの1万2千円ぐらいならまあいいか、1万2千円かな。こんな2食付き6800円、味噌鍋プラン安いねこれ。和室10畳で1人で2食付きで6805円、なんだこれ。嘘でしょ。なんかこれあれなんじゃないのかな、代わりに皿洗いでもやれよみたいなやつじゃないだろうな。なんでこんな安いんだこれ。これなんだ。ハードソフトが全て昭和でした。いいね。これ、まあ、あまりいい意味で書いてないような気がしますけど、これがいいな。それにしよう。この駅で増結で、車内に荷物を一旦置いて列車の外で出てきましたけど、ここでね、連結するらしいですね。連結作業を見に行こう。多分なんですけど、増結する方を向こうから持ってくるので、こっちはね、別にそのなんていうの、動かないと思うんですけど、動かないのになんでドアを閉めるのかっていうと、多分連結する衝撃でなんか外に落っこしたりしたら怖いからってことなんでしょうね。でも踏みすぎてたら無理だな。何が違う、お前休んでんのかって見えると思うんですけど、やっぱ気楽なもんですよ。さっきまで別にもう解説とかしようとか、ね、何も頭も使ってないし、ずっと寝てましたしね。だから気づいたらもう高山も、なんか知らないうちに高山に来てたな。古川からゾロッと乗ってきたんですけど、これ開くよな。開いた開いた。どうもお願いしました。どうもお願いします。急車も吸ってるでしょうけど、まあ許すまでもないから。山形屋、あそこに住まうかなと一瞬考え
金かかんないから、だからみんな指定席来るんでしょうね。しょうがないんですけど。寒そう。そんなに寒くないわ。よかったよ。なんでこんな戦闘車ばっかりと思うんですけど、キハ85はなんていうの、変態造形って言うんだっけな、この面白い編成。いや、見応えがあって素晴らしいです。8両編成かな、今日は。号車は10号車まであります。仕方によってはグリーン車が2両ついてたりするんですよね。で、端っこのグリーン車は当たりなんだけど、真ん中のグリーンは外れるとか、まあいろいろあるようです。これですけどね、先頭車の数を見てください。デザインもなかなかかっこいいと思います。統一地方選挙大変です。温泉だ。高山みたいにめちゃくちゃ雪が降ったりとかね、吹雪いたりとかしてなくてよかったですよ。まあ、ちょっとだけ雨が降ってますが、このぐらいならね、さっさと歩いて、ね、調べたら明日なんか大学の 新学期の説明会みたいなのがあるらしいですね。授業は7月の6日からなんですけど、ただね、時間割がそこで配られたりとかするんですよ。で、去年はもうめんどくさくてそんなん行かなくて、大学の知ってる人に頼んで、まあ、実はちょっとだけ知ってる人が、ね、当時もいたので言いましたよね。時間割とかもらってくることができたんですけど、今年はそうはいかなかったな。明日の10時からそれはやるらしいんですよ、説明会はね。で、10時には横浜国大まで行ってないといけないんで、まあ、間に合うんですけど。朝5時チェックアウトだな。だから2食付きだけど、夕食しか食べることはできなさそうですね。まあいいですけどね。5時半か。でも足元からお湯が湧いてきてますけど、確かここはアルカリ性の単純温泉でして、そんなにすごく硫黄の匂いとかしないんじゃなかったかな。やっぱ寒いわ。東京は桜がもう満開だっていうのにね、だから桜が満開なら東京に帰って普通に花見してよかったみたいな気もするんですけど、まあ日本はいろんな気温のところがありますので、東京にこだわらなくても花見はできると。東京の桜ってかなり綺麗だったんですけどね。こんなこと言ったら悪いかもしれないです、ゲロ温泉ってね、すごい賑わっててお客さんがいっぱいいつもいる割にはなんか寂れたような旅館が多いんですよね。ただ単純に古いからってだけだと思うんですけどね。この壁沿いっていうか山際にいっぱい旅館並んでるけど、どれも古いもんな。お客さんがいっぱい来て賑わってる水上温泉みたいな、そういう印象なんですけど、でも泉質はとってもいいみたいですね。それからまあ旅館もなんだかんだ今日もね、ちゃんと埋まっているようだし、単純に古いものが多いんでしょうね。別にそんな寂れてるってことはないと思いますよ、古いだけで。あれは多分どっかに聞いたようなカタカナ文字のリゾートホテルみたいな、そういうのがないからそう感じるんだろうな。古くても内装はちゃんとしてると思いますんでね、どこも。あったあった、このオレンジ色の建物ですね。予想通りっていうか、こう期待通りっていうかね、こういうこう古くなってる感じのところがいいんですよね。結構宿の人は親切でいい人みたいです。そういうことが口コミに書いてありました。空室って書いてあるな。なんていうんですか、宿聴覚っていうの、それをやってね。いや、いいな、これ、このランプがもうすでにこの時点でこれですからね。おお、いいね。でこれですよ、これね、いいじゃないですか、贅沢なもんです。時間になったらね、呼びに来てくれるそうですけど、昔の旅館スタイルね、夕食は6時だそうです。ちょっとマスの寿司、ブリの寿司が食べ過ぎたな。おー、これだよな、旅館って言えばこれですよ。で、川でしょ。今日お客さん少ないんだそうですね。だからお風呂も空いてますからって。そりゃいいね。いや、いい時に来たよ、本当にこれで、これで、ね、7500円だったんですけど、私明日の朝ごはん食べられないんですよね。で、ネットで予約しちゃったから、まあ、残念ながら割引できないんですけど、もしあれだったら電話で予約してくれればっていうふうに言ってくれたんですけど、ここいいわ。こういうの好きなかどうかっていうのは、まあ、人によると思うんですけど、私はこういうの好きなんでね、もう大好き。これはあるか、中にはもうさすがにあれは入ってないか。よし、この冷蔵庫いつだ一体。すごいな、もう平成も終わるって言うけど、平成も終わるといえばね、そう、面白いものをもらいましたよ。このうちの会社宛ての領収書なんで名前を見せることできないんですけど、領収書をいただいたんですが、
多分受付の方が勘違いされたんでしょうね。今日はまだあの平成31年であって、あくまで4月のなんだこれ、4月じゃあ5月1日か、5月1日から令和元年になるわけですけど、これはあれなんですね、多分今日からもう遡って改元したと多分勘違いしたんだと思いますが、受付の方がここにね、令和と、これしかもこれ訂正が昭和ですからね、昭和の領収書を訂正して令和にして出してるわけで、いやこれすごいな、面白いですねこれ。はあ、いやなんか記念になるな、この領収書はちょっと大事に取っておきたい。もともとまずここに昭和って、まあたまにこういうやつありますけど、すごい古いとこ行くとすごい前の紙があってね、うちにはノートの右上の日付のところに昭和って入ってるノートありますけど、すごいね、これをまた間違えて昔の人の字で令和ってここに書いてくるのが、これがまたいいですね。しかもこれ別にふざけて私が鉛筆で書いたんじゃないっていうのは、これ分かりますよね、これ見ればね、こうカーボンって書いてますから、本当のちゃんとした領収書ですよ。これ記念になるな。いやーとても素晴らしい。でもね、ちゃんと改めるべきところを改めてまして、これね、例えばこういう風なテレビとか照明とかちゃんと新しいものになってます。エアコンもまあ新しくなってるな。あれうちにあるエアコンと同じだな。でも電話はこれです、ぐるぐるね。なんか書いてあるな、これ部屋のあれか、飛騨電話工業、この会社今も存在するんですかね。すごいなー。いや私こういう旅館好きなんですよ。なんか新しい旅館っていうのもまあ好きなんですけど、それも好きなんですけど、でもやっぱこっちの方がね、しかも古いのも全然気にしないどころかむしろ好きだし、古い方がなんか安いんで全く言うことないですよね。いいな、この壁がまたね、こうなんていうの、こう触るとこう砂みたいなのがつくような感じで、あんまボロボロ触らない方がいいようですけど。壺ですね、これ貴重品は事務所にてお預かりします。これなんだ、なんかバイブルか、 The Teaching of Buddha 和英大正仏教聖典。へえ、そんなのあるんだ。あ、外国人も来るからね、結構意外と新しい本だなこれ。もしかほとんど使われてないのか、いつの本かってのは書いてあるかな。あ、いや、昭和50年2月初版発行だけど平成28年の本ですから、まあやっぱり最近の本だな。へえ、たまにはこういうのでも読んでみるか、読みは多少ね教養も深まるし、やっぱこういうので知識増やさないといけない。せっかくの休みなんで温泉上がったらゴロゴロこれ読むことにします。まあゴロゴロ読むべきものなのかどうか分かりませんけど、ね、ツイッター見てたらちょうどね日が差してきて、今一瞬だけだなこれ、日が差してる間に川の景色見たらさっきとは違って見えますかね。なんか違うような気もするし同じような気もするな。明日の朝多分まだ暗いからな、開けたら寒いか。ああ天気雨も降ってる。いいね、最近ホテルはもう景色臭くて窓が開かないから行けません。うお寒い、わあ、これ普通に落ちるな、ちょっと怖いな。このパイプもあれだしな、こう動きますんでね、ちょっと壊さないように気をつけないと。はあ、高山線の、あ、列車もこっから見えますね。こっからなんか来るときになったらズームアップすりゃ橋を渡る高山線の特急ぐらいは映せますよ。ダメだ、寒い、ちょっとやっぱりあれですね、ここは寒いところだと思いますけど、その割にはまだ20窓ではないけど、これあれだな、旅館って大体寒いところの地方だとこれで二重に温めますからね。温泉地はまあ寒いのが当たり前なんで、まあ、暑い温泉地もあるけど、これはハンガーとかあるでしょ、さすがに。あ、なんかシートがあって、それから上に着るやつとタオルと、これちっちゃい浴衣だな。あ、そう、なんか私は背が大きい方だから LL サイズってある。なんかね、よく視聴者に会うと言われることとして、スーツさんって意外と背が大きいんですねって言われるんですが、そんなすごい大きいわけじゃないですけどね、173センチ、174センチ、そんぐらいですね。あとはこれなんだ、これはあれか、布団か、布団ですね、いっぱいあるな。何人泊まれるんだろう、1、2、3、4人分ぐらいが布団あるな。でも10畳だから多分泊まろうと思えば5人ぐらい泊まれると思いますけどね。他の部屋から布団持ってくれやって感じです。ちょっと寒いな、エアコンつけるかなんかもったいない、ね、エアコンってね、私なんかエアコンつけないのがなんか普通っていう感覚があるんですよね。つけると、贅沢みたいな、だからあんまりつけないんですけど、
でもいいよな。室温12度ですよ。12度じゃちょっと温めてもバチは当たる前。風呂に入ってきて自分が温まり、そのついでに部屋も温めておきましょうね、その間に。あんまよくわかんないですけど、旅館ってあれなんですよね。風呂に行って、でそこで浴衣に着替えて帰ってくるみたいですけど、まあ、部屋で着替えて行ってもいいのかな。ちょっとでも寒いからな。温まってから浴衣にここで着替えよう。これ持って。これお湯沸いてんのかな、自分で沸かすのか。でも沸かすやつがないから多分もうあるんでしょうね、これ。ちょっと待ってね。ああ、これちょっとティッシュかなんかないか。ない。あったった。あとで鼻かむのに乾かして使うか、ちょっと悪いからね。こんなんで無駄にしたら。これちょっと乾かしておいて。これ、あ、象印の、いつの魔法瓶だ、これもまた。象印って今もこの象だったと思いますけどね。でもなんかこれもすごいな。まあ使えますもんね。注ぐ。これをこっちに回せばいい。これで注ぐんだな。お茶っ葉は、あ、自分で入れるタイプね。それは全然いい。でも今入れるとちょっと濃すぎるな。やっぱいいや。お茶は上がってからにしよう。リハーサルだけしました。これいつのやつですかね。デザインからしてなんか、まあ80年代よくてって感じ。70年代の可能性もある。でも丁寧に使ってますよね。しっかりしてるわ。風呂がどこなのか聞いてこなかったけど、上の方なのかな。お部屋のベランダにある洗面に薬用石鹸があります。多分違うな。風呂って普通下にありますよね。いいね、これ。朝も入れるようにしてくれたんですね。いろいろ展示してあるわ。いつの写真だろうとか思いますけどね。温泉スタンド昭和58年に。ああ、なるほどね。あちこちにこれをお湯を配ってるわけだ。で、一般の給湯用もあるんですね。これ今もあるんですかね。この人たちのこの顔つきがなんかもう今の時代と違いますもんね。なんなんでしょうね。昭和終わりとか平成初期の人たちってちょっと違う。あと喋り方も違うしな。あ、昔は、こっからお湯を汲んでたのか。川沿いにお湯が湧いてたの。ああ、そうなんですね。そう、ここの川ってお湯が湧くんですね。これだ。家族湯の方はかけ流しですよって教えてくれました。使っていいってことですね。お客さんが少ないから使っていいって意味だと思います。運輸省許可。これいつのだろうな。アルカリ性単純温泉の、温度は41度。これはあれか、ちょっと 冷ましたってことかな。でも配当は確かに配られてくるお湯は55度ぐらいとか聞きましたけど、ちょっと待って、なんだ、男湯とか女湯とかないのかな。どういうことなんだろうか、これは。ここは、なるほど、今日はお客さんが少ないから、だから家族湯を多分一般開放して、それでここを使ってもらいますね。そういうことなんだな。でもこれだとあれだよな、混浴になっちゃうんじゃないかと思うんですけど、多分男しかいないんだろうな。じゃないとちょっとあれですもんね。小さいけどとってもよく掃除されててね。お湯ももう溜まってる頃ですよなんて教えてくれましたが、本当にそうです。ゲロ温泉というのはこういう風に無色透明、匂いもそんなにはしない温泉ですが、これでもね、源泉かけ流し、成分はアルカリ性で肌がツルツルになるようなものです。クッて小銭ジャラジャラ入ってたんで、アイスでも食べようかと思ったけど、特にアイスは売ってなかったんで、コーヒーはあったけどね。よし、じゃあどうすっかな。とりあえずこのタオルを干すか。もしかしたらまた入るかもしれないですからね。私は熱いお湯よりはどっちかっていうとぬるいお湯の方が好きなんで、ちょっと熱めのお湯だったからな。かけ流しなんでしょうがないんですけど、ここに干そう。薄いタオルだから適当に干しても乾くだろうけどな。これでいいわ。特にこれ以上何も言う方ないんですけどね。お菓子でも食べるか、部屋に置いてあったやつ。お、もう遅いか、間に合わないな。高山線の音がしたけど、
もう橋は行き過ぎてしまいましたからね。多分あのガタンガタンって音が聞こえてたのはあの橋だったんでしょうね。特急の音じゃなくて普通列車だったかな。白鷺物語、こういうお菓子売店とかで売ってないのかなと思ったんですけど、あここのやつなんだね。焼き菓子です。かわいいね。長いライチョウの里みたいなやつは美味しいです。お食事の準備ができましたっていうふうに、ね、あそこであの電話くれましたんでね。よし、じゃあちょっとテレビを横に撮る。この部屋なんか寒いですよね。ここにいるあったかいんだけどな。上ばっかりあったかくなるな。よくありません。まあとりあえず一旦エアコンは切ろう。ちょっと悪いからね。で、テレビも消そう。で、食事は携帯電話だけ持っていくから。で、パワッと食べたら行きましょうね。あー、美味しかったね。あー、ちょっとね、お腹いっぱいなんですね。やっぱこういう旅館ってすごい多いんですよね。んで、しかも、あの、おかみさんがもう優しいもんだからね、なるべく残したくなくて全部頑張って食べようとしたんですけど、ちょっと最後、あの、やっぱ食べきれなくて、ダメでしたけどね。もっと本気で旅館に泊まるときは本気でお腹空かせないとダメだから、朝ごはんのあの、おひつの中のご飯とかも、なんかこう一人だと食べきれないんですよね。でね、あの、そうだ、何が夕食に出たのか、ちょっと一応写真撮ったんで、あ、充電切れちゃった。充電切れちゃいましたね。一瞬だったら復活するかな。復活しました。これですよ。世界のファーウェイ。ちょっと待ってね。ね、じゃあその間なんか他のこと喋ろうかな。あの、夕食はね、あの、6時にしてるんですけど、あの、東京とかでお暮らしだと早いんじゃないですかとかね、そんなことになって。うん、まあ、確かに普段は8時とか9時とか、そのぐらいに食べますね。そう、お仕事終わった後だとそうなりますよね、とか、そんな話もしてね。おかみさん何歳なのかわかんない。80歳ぐらいなのかなと思いますけどね。戦争当時の話とかもされてました、ね。ただ、あの、お生まれはゲロの形じゃないみたいにおっしゃってましたけどね。あの、ゲロ温泉は戦争の時は、なんか人間魚雷とかそういうので、あの、特攻に行くような方が、行く前に最後日本で保養してからね、この旅館に泊まって、お、よし、ちょっと待って。あ、切れちゃった。ダメだ。なんかその特攻とかをされるような方が、ここで最後、あの、遊んでっていうのかな、こう、ゆとりの時間を過ごして、そういう場所だったらしいです。ちょっと今これで充電しますけどね。いただいた夕食はね、なんだっけ、鍋物でして、これつかないな、あ、ついたついた。で、なんか豚肉のこの辺で育てて、納豆を食べさせて育てたらしい豚肉を出してくれてですね。で、それからあとはもずくとか、まあ、あと旅館特有のあの旅館によくあるおひつにこう入ったご飯、こうやってよそって食べるやつね。でそれをね、あのこう、ま、あと山盛りになったこう野菜と、豚肉と、白滝とみたいなやつをこうあの味噌のおつゆに入れて、それでこう、煮て食べるわけですよね。で、うん、まあそんなもちろん豪華な料理ではないし、なんか腸がつくほどね、あの、なんですか、今まで食べたことがないみたいな絶品ではなかったですけど、美味しい家庭料理みたいな感じですね。で、野菜が不足がちでしたからね、もう白菜だの春菊だのいっぱい食べまして、人参もね、梅の時期ですから梅の形になって切ってくれてね、嬉しいもんです。もうこれちょっとあの煮てもらった後なんですけど、山盛りのね、野菜とか豚肉がここにこう乗っててですね、でこれをおかみさんと一緒にあの2人でね、であの私は白菜を入れるから、あのなんで、いや私はあの豚肉とかこれを入れるので、あのお客さんはそっちの白菜をお願いしますって言って、こう一緒にですね、こう2人がかりでこの鍋の中にこうつまんで入れるんですよ。で昔の話とかね、こう聞きながらこれが煮えるのを待つわけです。でお飲み物はあのお酒かおビールかなんですけどって言われて、ハワシャのアルコールは飲みませんので、ビールとかも出してくれるらしいんですね。でも飲まないから、あのあったかいお茶をって、あれまた切れちゃったよ、おかしいな、まあまあいいんですけどね、まあ、いやいいね。これで7500円ですよ。朝ごはんも明日の朝7時半から。旅館ってね、朝早いんですよ。昔の、あの接客スタイルでやる旅館は朝の食事が早い。多分昔の日本人がもうちょっと勤勉だった頃、なんかあの8時とか9時とかに起きるのが私も普通になっちゃってるんですけど、日本人がもうちょっと勤勉だった頃のね、その文化というか、それにっていうか日本人がっていうか、あれかな、別に今の普通の人もそのぐらいの時間に起きてるのかな。私が適当すぎるだけかもしれません。早い時は私も早いんですけどね。明日も5時で、今日も5時だったし、一昨日はでも7時起きか。ていうかあれだな、私この暖房があれなんですよね、切っていったんですけど、またつけてくれたんだな、親切なことに。おお、この旅館のこの布団がいいんですよね。おお、いいな、これですよ、この柔らかくてこのあったかい布団。
もうさっさと歯磨いて今日は寝ちゃおうかな、明日早いしな、今からね、いや10時間か、でもちょっとあんまり早く寝るとあれなんですよね、生活習慣が崩れそうだからな、5時とかに起きてもなんかあんまりいいことがないような気がするしな、まあ、明日は、5時に起きますけど、まあ8時に寝よう、それで十分でしょ。結局ね、8時に寝るとか言って9時になっちゃいましたけど、まあ別に9時だったら変わらんだろうな、5時でいいかな、5時35分ですからね、起きて歯磨いてこれらを片付けて、まあ、今日のうちに片付けるべきものを片付けていきましょうね。大事なのはこれら乗車券、まだ使いかけですから明日もこれを使います。これ結局読まなかったな、寒い、ちゃんと丁寧に戻しておこう、こういう向きが、ああこうだな、ちょっと携帯電話充電しないとね。それからと、これなんですけど、あのこういう旅館って大体ここ開けるとね、ここにあの流しがあるわけですけど、超寒いです。うわ寒い寒い寒い、もうね、暖房は最強にしちゃいましたよ。やっぱ申し訳ないけど、どんどん冷えてくるから。携帯電話どこだ、あっよし、これ OK、 順次消えるんですね。で携帯電話を充電すれば OK と。これでちょっと足元が見えます。じゃあこれでおやすみなさい。